森翔です。今日は本来なら、音楽どんぶりを、立川の農家さんで、行う予定だったんですけども、残念ながら中止となってしまったので、今日はこうして、一人音楽どんぶりを開催中です。じゃあこれから開催するんだった。はい、じゃあまずは、はい、乾杯しましょう。はい、実はですね、この撮影しているのはお昼なのでまだ飲んでません。コーヒーで、今から乾杯をして皆さんと、お酒を飲みながら、この音楽どんぶりを一緒に見ようかなと思っています。じゃあ行きますよ。私がお楽しみはと言ったら皆さん乾杯だーとグラス出してください。行きます。お楽しみは乾杯だー。あ、飲まないと。うん、そして飲んだら手を叩く。はい、そんな感じで、一人ぼっちで、ですが、きっとカメラの向こうには皆さんがいると信じて、はい、一人で歌っていきたいと思います。はい、はい、では1曲目はオープニングということで素顔のハットを歌いたいなと思います。素顔のハットは私の、デビューシングルの雨のち晴れのカップリング曲だったんですけども、とってもあのテンポが良くてかっこいい曲なんですけども、私が歌うといまいちパンチがないということでなかなか入場曲に使えなかった曲なんですけども、BB クイーンズの知る皆さんご存知のピーヒャラピーヒャラと歌っている坪倉由衣子さんと出会って坪倉さんが、歌ってくださることになって、はい、なんと坪倉由衣子さんの、素顔のハートで、2018年の8月11日ピュアジェイ旗揚げの日からこの曲で、入場してきました。はい、今でもよくあのピュアジェイでなんか YouTube 上げるときにね、あのヘビロテでかかってますが、はい、今日は、ちょっと苦手なんですけども頑張って歌っていきたいと思います。もしこの歌を知ってる人がいたら一緒に口ずさんじゃってください。はい、では聴いてください。コマンドボリショイで素顔のハト。「
ございました。はい、素顔のハートを聞いていただきました。本当にこの歌、坪倉優子さんが歌う素顔のハートは、引退ロードの時にもいろんなところで全世界で、はい、聞いていただくことができて本当に、うん、感慨深い思いでいっぱいなんですけど、いつもすごく勇気をもらってきました。今ももらってます、ですね。はい、この歌が元気に歌えるように頑張ります。そして次の曲に行きたいと思います。次の曲は、皆さん飲んでますか？はい、次の曲は、乾杯というセリフが何回か出てくるので、私が、乾杯という時は皆さんグラスを持って乾杯って一緒にやってくれたら嬉しいです。一緒に盛り上がっていきましょう。はやぶさ選手の楽曲の中から笑顔で行こうよという曲を歌わせていただきます。聴いてください。笑顔で行こうよ。
い、ありがとうございました、いっぱい間違えちゃったんですけども、ライブということでワンテイクで、はい、このまま恥ずかしい、はい、皆さんにお送りしたいと思います。どうも、はい、ありがとうございました。笑顔で行こうよでした。皆さんいっぱい乾杯してくれて、きっとしてくれたと思います。ありがとうございます。はい、ハイブス選手の曲にはいつもたくさんの、勇気や元気をもらったり、はい、すごくいい歌がたくさんあるので、皆さんもぜひハイブス選手の曲を、ちょっと検索して聴いてみてください、はい、少しずつレパートリーを増やしていけたらなと思ってます。そして、この音楽どんぶりというのは、立川で毎月、今年からやることになってたんですけども、また再開したらぜひ皆さん来てくださいね、この音楽どんぶりの最初は実は、今から数年前に、名古屋大会があって、名古屋大会で、名古屋大会の PR をするのに、立川の、農家のママの漆原瑞穂さんという方が名古屋でライブやるからいい PR になるよという感じで誘っていただいたのが、ゆいというお店で、名古屋にあった、名古屋の境にゆいというお店があって、そこのゆいの、ママが開催していたどんぶり音楽会というのがあって、そのどんぶり音楽会に私は初めて出たんですけども、どんぶり音楽会じゃなかったか、みそさんのライブにちょこっと出たのかな。そのリハーサルの時に、私がある曲を歌ったら、私のことをよく知らないママが本番の時に、じゃあこの歌歌いますって言ったら、あ、私この曲好きなのって目の前にちょこんと座ってくれたのがすっごく嬉しくて、私のことを知らない人が、なんか試合も見たことない、初めて会った人がなんかこの曲いいねって言って、ってくれたことがすごく嬉しくて、それから、農家のまま、ゆいのママはその後出会ってすぐに亡くなってしまったんですけども、そのママの、その思いを継いで、漆原瑞穂さんが立川の自分の店で、どんぶり音楽会から音楽どんぶりという形に名前を変えて投げ銭ライブを、開催してくれるようになったのが、音楽どんぶりの由来なんですけども、やっぱり音楽どんぶりといえば、そのどうしてもそのゆいのママ、どんぶり音楽会を開いてたゆいのママが、好きだと言ってくれた曲を必ず歌うようにしているので、今日も歌いたいと思います。涙という曲です。この曲は私が、長いプロレス人生の間、いろんな人と、出会ったり別れたりしていく中で、別れる時ってどんな顔して私別れてきたんだろうとか、そういうふうに考えた時に自然とこう書きたくなった曲です。はい、皆さん聴いてください。涙。泣かないと思ってたの。
後ろ姿に出会いもすぐにあるもんだよ。そう言って笑顔で見送るようにしてきた。君の思いが溢れ出し私の心を素直にさせる。ああ突然の涙、涙でにじんでいるよ。ああ突然の涙、二人で私は泣かないと思ってたのに。ああ突然の涙、涙が溢れ出てくる。ああ突然の涙、涙を聞いていただきました。ありがとうございました。はい、涙は実は私が人生で2曲目に作った曲かもしれません。はい、では次は、私が引退をした時に見た景色、そしてから、これは引退した後に作った曲なんですけども、引退興行で見た自分の景色を歌にしたいなと思って、でそれを書こうとするとどうしてもやっぱ新人時代のこととかも思い出すので、トータルして自分のプロレス人生を振り返って、作ったざっくりとした曲です。はい、新人時代にプロレスの入門して初めて見た、世界、頑張ってプロレスのオーディションに合格した時に見えた景色、そして、実際にプロレスラーとして道を歩いていく中で、いろんな思いがあったことを簡潔に、はい、そして、後輩たちに、私も同じ気持ちでやってきたんだよということを、等しくて苦労してるのはお前だけじゃないよって言ってあげたいなと思って、はい、そして、最後この私が引退試合で見た景色、この景色は今の現役レスラーの人はまだ誰も見てない景色です。その私が見た景色、どんな景色だったのか私にしか分かりませんが、本当に素敵な景色でした。はい、これは、現役を、本当に全うしたプロレスラーしか見れない景色だと思います。後輩たちにもそんな景色を見せてあげたいなという思いで、はい、一曲の歌にしてみました。ぜひ聴いてください。夢、でも
ございました。夢という曲を聴いていただきました。また感想など、聞かせてくれたら嬉しいです。私本当に、歌もギターも下手くそで、よく間違えるし、押せないコードもあるし、でも伝えたいことは、たくさんあるし、歌は一つの手段だと思って、私ができること、もうプロレスはできないけども、はい、私のなんか頼りない歌を皆さんに聞かせてしまって申し訳ありませんという気持ちと、でもこうして音楽どんぶりを楽しみにして、見に来てくれた皆さんに楽しい時間をっていう思いと、はい、複雑なんですけども、これからも、いろんなところで、歌っていけるように、はい、頑張ります。今のこの期間にちゃんと、ギター練習します。はい、はい、で今日は一人ぽっちなので、アメルチャ晴れ手話隊に、実はちょっといたんですけど諸事情で、はい、いなくなっちゃったので、そうですね、最後は今まで、いろんなところで歌ってきた、大塚音楽祭とか、なんかまあ、ミュージックジャムとか、そういうところで歌ってきた、雨のち晴れ特集を、はい、お送りしたいと思います。はい、ぜひ皆さんも一応今のところ、この編集が間に合っていればいろんなところで歌ったやつを載せる予定です。でもし1曲しか流れなかったら、あ、間に合わなかったんだなと思ってください。とりあえず最後、雨のち晴れのとビデオを皆さんに、お届けしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。早く農家でライブがやりたい。 あと農家のおかみの漆原瑞穂さんも YouTube やってるので、後で概要欄に、リンク貼っとくのでぜひ見てみてください。はい、今日は本当にありがとうございました。まだまだ、チャットは続くので、一緒に遊びましょう。バイバイ。あ、乾杯だ。
はい、ありがとうございました。